こんばんは。今日はこちらの食材を使ったベイナスステーキに挑戦していきます。ベイナスを切っていきます。塩コショウを少し。フライパンを熱したらごま油を敷きます。ベイナスを焼いていきます。大根おろしをかけます。おネギをのせます。北川博之特製ベーナスステーキの完成です。美味しそうだね。ベーナスステーキが完成しました。早速いただいてみたいと思います。いただきます。うん、美味しい。ベーナスってこんなに美味しいんだ。今日も大成功です。ベーナスいいね。